オレックンスパチャありがとう。個人的に大好きだったコーチにガバルス行ってから活躍できなかった理由を知りたいです。いろいろあるんだけど、入った時は活躍してたんですよ。ちゃんと数字にも出てるし、最初のクラシコもゴール決めてるんじゃないかな。で、特にバルベルデの時なんか良かったですね。ただ、一回怪我で離脱しました。で、戻ってきた後に、バルサってさ、ちゃんと目に見えない活躍してても、それ認めないでファンが、いやいや言うじゃん。セルジオベルトがとかがいい例だけど、それに対してリアクションしちゃったのよ。それがゴール決めた後にこう耳塞いで、お前らの言うことは聞かねえよみたいな。それが超反抗的に映っちゃって、それからどんなプレーしても、バルサのサポーターがコーチーニョのところをブーイングするようになっちゃって、で、コーチーニョもそんなやったのに、そういうのされるとメンタル不安定になって、全然いいプレーできなくなったって。あと、強度高いゲームだと90分持たないっていう。だから、イニエスタの後継者的な感じで多分取ってたんだけど、左のインサイドハーフとウィングみたいな、リバプールの最後の年の使われ方で取ってたんだけど、それも、まあ、怪我と今言ったような問題でプラン崩れていってみたいな。だから、コーチによってバルサで全失敗みたいに捉えられるんだけど、実際は、最初の半年か1年弱ぐらいは、むちゃくちゃ活躍してたんだよね。そう、だからその後のメンタル的な理由が大きいと思いますね。コーチによってルカクは優しく接してあげるわけです。うん、あとは、まあ、コーチーノに関してはちゃんとね、チームに型があった方がいいですね。アストンビアとかね、それこそコーチーノが全部解決してくれるっていうより、だからベルナード・シューバーみたいな使い方できたら一番いいんですけどね。ベルナード・シューバーほど運動量はないからな。誰だろう、ギュンダン。まあまあ、シティとかに合う選手ですよね。It must be the temptation speaking. What am I?